ちらのお部屋どうぞいらっしゃいませ。わあ、すごくいい香りがしますね。入った瞬間で。こちらのお部屋の奥のソファーです。今日はローズマリーとユーカリとラベンダーのアロマも焚いてます。すごくいい香りがしてます。ちょっと小指を抜いてあげたりとかするとより緊張しない状態に日常生活では持っていけるかなと。おお、結構すごいすごいな。ごつぼです。肩こりとか、一番弱いですよね今、すごくあの感じてます。3ぐらいまだもうちょっと、はい、感じてます。こっちの手にも流れてるから、機械を眼球には当てれないんだけど、こうやってハンドにすることで目の疲れが毎月一つ大きな観葉植物を買うっていうのはなんか1年ぐらい続けてて、この子とかは半分ぐらいだったんですけど、こちらのお部屋どうぞいらっしゃいませ。わあ、すごくいい香りがしますね。入った瞬間で。こちらのお部屋の奥のソファーです。今日はローズマリーとユーカリとラベンダーのアロマも焚いてます。すごくいい香りがしてます。どうぞおかけください。でもすごく手があったかい、ですごく手が柔らかいと思う。天気を感じもっとこう指の間が硬い人も多いんだけど、きっとすごいちゃんとお手入れがやっぱりされているのがわかる、うん、おー、結構すごいすごいな。ごつぼです。肩こりとか、一番弱いですよね今、すごくあの感じてます。3ぐらいまだもうちょっと感じてます。感じてで、こっちの手にも流れてるから、実は前回はこの機械に主にやってたんだけど、実は今日はこれをしなが当てながらこっちの手でもほぐしていくっていうのができて、それやろうかなと思ってます。でもすごく手の状態は肘下が凝ってるかな。そうですね、うん、荷物とかを持つからかな、
変わりました。はい、なんか軽くなります。こうしてよかったって言って手のひらにツボがたくさんあるのでここも利用しながらここをほぐしていく、で腕全体流れていくので肩こりまでアプローチしていく、でそこからお首でここのリンパ流してあげて頭皮流してあげてお顔を流してあげるとリフトアップもするし頭もすごく軽くなる。今日はだからフェイシャルでやるとしたら、まあこのパーツの中からトゥイクさんの体に合わせたパーツを触りながら選択していくみたいな感じになります。すごいなんか感じました。そう、ここはね本当にあのホームケアでも使えるんだけど、こうそんなに熱い力がいらなくて指の重さだけでここポコって入れて澄ました顔して人の話を聞いてる顔してても実は肩こりのツボにフィットしたりする。あと反対側でこれ本当ホームケアでこことここの指の交差するところをポコって手の重さだけで当ててあげるとなんとなく感じます。はい、あ、動脈じゃなくて静脈にアプローチしてる。だからこれぐらいの重みでスーッと血液の流れが良くなってる、なんか感じます。なんか感じ、失礼します。こちらにお茶を置かせていただきます。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。トータルビューティーサロン田中コロナ阿部と申します。よろしくお願いします。前回も来ていただきましたが、今日はあのまた NF テラピーの方のトリートメントをさせていただきたいと思います。田中コロはですね、目黒駅から徒歩5分ぐらいものにございます。スキンケアがとても得意なサロンではありますけれども、トータル的に体のケアもカスタマイズしながらその人の体に合わせてその人のお肌に合わせてプロデュースさせていただいています。とサロンはですね、女性専用サロンになっております。で、外国の方も歓迎しております。今あの前回のお問い合わせで世界中から NF テラピーのメソッドを習いたいというお問い合わせもありますし、イギリスの方の生徒さんもいらっしゃってオンラインで教えたりもしてます。ちょっとまあ今あの見やすいコンテンツを作ってる途中ではありますけど、バージョンアップして作っていきたいなとは思います。前回 YouTube 出させていただいて、あのすごく素敵なあの心温まるコメントもいただいて、私としてはもう田中心の中でやってることはこんな風に世界の人に行ってみたいねとか習いたいねっていうお声をいただくとは思ってなかったので、本当にあの勇気をもらえるという言いますか、元気をもらえるというか、もっともっとあの素敵なサロンにしていこうというふうに思わせていただいて本当にありがたかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。頭皮の硬さチェックさせてください。耳
耳たぶの硬さもチェックします。この辺が硬いかなとは思いますけど、全体的にはとても柔らかいですね。頭皮もこのトップの部分、前頭葉の部分が少し横よりは硬いかな。その硬い部分も意識しながらやっていきますね。はい、お顔少し横向けてください。ね、もう季節のお花、枝物は必ず買い替えるようにしてて、なんか私の一つの楽しみもあったりとか春になったらベランダの子たちのインテリアを変えようとか、そういうのも考えてて、特に春は枝物が本当に好きですね。桜であったり梅であったりとか、霧吹きでシュ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 してお世話して、中で育ててるあの植物、うん、どれぐらいあの育ててますか？何年ぐらい？でも本格的にこの子たちが増えてきたのは多分コロナになってから。前のサロンの時に あまり出かけられもしない状況下でお店に来てくださる方も多かったの で東京が公園とかも人だかりだったんですよね。だから少しでもこうリラックスできる環境にしたいなと思って、毎月一つ大きな観葉植物を買うっていうのをなんか1年ぐらい続けてて、そうしたらこうお客様とかも安倍さん植物好きだからって言ってくださったりとか、この子とかは半分ぐらいだったんですけど、お客様にいただいたものです。うん、ちょっと若干森みたいにしたいんですよね。落ち着きますね、この空間に入ると、和室にあるフォーカスは、あれはスタッフ時代に仲が良かったお客様が、私結婚して棚心をオープンするまで2年か3年ぐらい間があるんですけど、ちょっと休業してたんですけど、お店オープンするよって話したらプレゼントしてくださったんです。だから8年、一番長いので和室のフォーカスが8年かな。
そこも結構されます。そうですよね。手のひらは柔らかいんだけど肘下のこの部分が結構硬くて、この少し筋肉、少し筋肉の筋を持って揺らした時の可動が悪い、ちょっと動きが鈍いけど、でもなんだろう、表面上の疲れよりもその奥の疲れが溜まっているけれども、お手入れはしているから動きは早そうな感じがして、ちょっと小指を抜いてあげたりとかするとより緊張しない状態に日常生活では持っていけるかなと思ってて、そうです。どうしても油分がついてると NF テラピーの生体電流が通りにくくなって、姿の状態で綺麗な状態にしてから幹細胞美容液を塗って投入していきます。
し刺激を感じたら教えてください。大丈夫そうですか？大丈夫そうなのでお首にも乗りますね。機械を眼球には当てれないんだけど、こうやってハンドにすることで目の疲れが手からこう、そうです、電流が流れるので細かい部分、塊が滞りがしやすい、こういう奥の頬骨の奥の部分であったりとか、目の上であったりとか、眉毛の筋肉を緩めてあげたり、小鼻の細部まで当ててあげたりできます。フェイシャルの丸いパーツで細かい部分、目の丸周りのたるみが気になっている人も多いので、ここはもうギリギリのギリギリまで当ててあげます。
本当に目を酷使されてる方とかだったらもうここだけに3分当ててる時もあります。もう表面は溶けてもやっぱり表情筋マスクをしてる機会がやっぱりまだ多いので、奥の方がガジガジになってて、あと食いしばりしてる人もとても多いので、お疲れ様でした。
おはようございます。ありがとうございました。食べてください。ちょっとお荷物になっちゃうけど、あ、いただきます。あ、かわいいですね。かわいい。私のお気に入りのお店です。 ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。 I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe. So in today's video, we came to Tanakokoro Total Beauty Salon againBecause our first video was so viral and so many of you guys requested us to go to the salon again. And today I got scalp massage, facial and hand massage together. It's custom menu, but there is other menus you can choose from. I was feeling kind of tired, especially on my head. I was feeling kind of heavy, and that's why I gotLonger course of scalp massage and facial as usual. And I really like the salon because it's so beautiful. The atmosphere, the vibe is just so energetic. Esthetician is very sweet and knowledgeable and very cheerful person. So when you go there, your mood will increase as well. So I totally recommend you coming here.Whenever you are in Tokyo in need of facial, great facial, you can contact here if you are interested in learning NFT therapy. This therapy is for only salon use and it's not recommended to use at home. It's only done by professionals. Esthetician was so happy that so many of you guys visited here while you are here and got facials.And scalp massage by her, so she's always welcoming. This is only woman salon. Foreigners are welcomed. And I got a present from her. Thank you for that. She was so sweet for preparing a present for me. If you are interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and book a reservation. And I will see you in my next video. Bye!